はい、半馬洋先生です。今度2番ですね。このね、設定値でちょっと、ストラジティスタで完全自動覚え替えのバックテストの試験をしてみようと思います。5番まであるんですね。どうでしょうかね。今日の日付はね、こうですね。4日になります。じゃあレポートますか。これもこんな感じですね。これ3年前からの分析データというやつ。これは何ピッツとかするのか。これも3ピースになってますね。5番でやってみようかな。まあ一応出したんで、これでいきましょう。これ1番とこれと同じかもしれないね。あ、同じだね。ちょっと同じなんでやめとこうかな。で、やめといて、これ5番でやってるね。5番でやったらどうかな。5番の方はどうなのかな。設定値見てみましょう。ん？ 5 番じゃないのか。5番ダメなのか。で、4番いってことね。4番の設定値はこうなってんですね。ロット数とストップとリミットこうやってんですね。ああ、18でやってるね。この場合はどうなるかですね。ちょっとこれでやってみましょう。現在スプレートから見てですね。現在18になってますね。こいつですね。さあどうなんでしょう。これはね、ストップとリミットでやってるんですね。無限に稼げる家ですね。これで僕は世界一の億万長者になったというね、もうだいぶ前に発明した自動売買ですね。今も通用しますでしょ。そう言えてね、年をすると、こんなに通用しないんですよ。まあ、これは詐欺だなんて言う人はいると思うんですけどね。まあ、そう言われてもしょうがないですけどね。このバックテストを見てください。これ、ストップリミットだから、どうなってるか、こういう感じですね。2ドル半か3ドル負けるかですね。ストップとリミットでやってるから。USDJPY ですね。で、グラフ見て、こういう3年間なんだけど、今何番やってるかというと、4番ね、これで分析させてるんですね。このように、ちょっとまた今、やりが投資中なんですね。こんな増え方するわけですね。まあ、USDJPI ですね、今、これ分析してるのね。今日の日付は、
2019年11月4日、ね、16時57分になりますね。ね、それでこれで分析してるってことですね。どうでしょうか。スキャルじゃないんですね。スキャルじゃないんです。まあ、バイナリーオプション形式の投資方法ですね。私、世界バイナリーオプションの世界一になったスペシャリストなもんですからね。FX もこんな感じでね、大体タイぐらいで勝つんですね、勝敗をね。この EA でもって、今世界一の億万長者のアマゾンさんって言いますけど、ね、もう会社は全部変えちゃいます、ね、無限に稼げる完全自動売買です、ね、出てきましたね。テレポート出てきた。こうですね。これちょっと見せてみましょうか。こういうのですね。こうなるわけですね。3年間の成績、こういうふうに徐々に増えていくと、ね、平均 2.27、 負けは 2.92 ですね。最大ドローダウンとかね、ね、こういう状態ですね。これが今これで分析したんですね、家でね。でこの設定値はどうなのかというと、こういうですね、リミットが250、ストップが320で取った場合ですね、ですね、これ AC パワーっていうのはね、 AC パワーでもできるんですね。これ使わないでね。確かそうだと思ったね。ね、このようにハンマー先生は無限に稼げる完全自動売買を作っておりまして、人間たちの妨害でこれで稼ぐことはできません、ね、簡単にお金自動売買を使うとお金稼ぎできるんで、ね、というものを紹介しております。